全員でしっかりと今日アウェー勝ち点3取ってそれで中段迎えね、だから強い気持ちを持って、ね、全員で勝ち点3取りましょう。 OK、 はい、行こう。追加で頑張ります。今日はフォワードは田中純也選手とドーグラス選手のコンビをチョイスしました。狙いとするところ、また期待する部分お願いします。そうですね、まあ、どの選手も、ね、非常に意欲的にトレーニングしてくれてるんですが、やはりゴールを取るっていうのは特別なものがあると思うので、その雰囲気をこの練習の中で、純也から感じたので、起用することを決めました。
パナソニックスタジアム吹田ガンバ大阪対ヴィッセル神戸のゲームをお届けします。気温が32度、湿度 40%、 まだまだ暑いパナソニックスタジアム吹田です。中央パトリック、前に出せと言ってますが、パトリック大外に行きます。入ってきた、お、入りました、入りました、入りました。ドーグラスが先に触ったようですね。まあ、これ下がりながらの、まあ、コントロールされたボール、まあ、一味選手はついてましたけども、まあ、さらにその上は行ってましたよね。スタンディングに近い下がりながらの、まあ、コントロールされたショットでしたね。ウェリントン10番横に入れた、シュート、ナイスセーブ、広田が完全にコースは行ってましたが、見事な反応でした。広永は行ってましたけどね。いいね、酒井が待っていました。酒井中に入る、深いところえぐる、折り返してきて、田中純也、やはりガンバ戦は田中純也です。30分、神戸逆転。まあ、ここ1対1で勝負するんですけども、まあ、フェイントで1回、ここのキックフェイントですよね。ためてためてのこのクロスボールも最高ですし、まあ、田中選手のコントロールされたヘディングシュート、まあ、ここで蹴るかなと思ったら、またためてためてのクロスですよね。この田中選手も完璧コントロール、逆サイドにっていうコースだけ狙ってましたね。初瀬ガンバのアカデミー出身、深いとこえぐって入れてきて、ドーグラスの足元だ、ドーグラス、東口、これ打った方も止めた方も伸びましたね。いや、伸びましたね。最初に小物瀬にセンターバックが入りそうだと思います。クロスボール、足元
ヘディング残して、おっと足を出した小林、そして最後は広永。いや難しい処理ではありますよね。逆転した神戸がこのまま逃げ切って勝ち点3を積み上げるか。スローインから落として、宇佐美がいる、宇佐美トラップした、宇佐美ポストのわずかに右、そして笛。1対2ヴィッセル神戸が逃げ切りました。広永最後まで踏ん張りました。3位のヴィッセル神戸が11勝目、そして勝ち点を41にして、これで、まあ、休養に入ります。まあ、今の神戸の充実ぶり、古橋がいなくても、ね、いやそうですね、勝ち点3を取り切ったという、はい、そういう、こう充実感もあるかもしれませんね。そしてこのゴールが J1 通算50ゴールという節目のゴールになりました。また勝利をもたらす重要なゴールになりましたね。自分でもすごく時間がかかって意識し始めていたので、早く達成したいなと思って、でもやっぱりそれを意識しすぎないで、いつも通り準備することが大事だなって今日思いました。2対1と見事な逆転勝利です。まずは今日の試合を振り返って感想からお願いします。そうですね、先制点はね、トレーニングしてたクロスから失点してしまったので、そこはねもう一度ねしっかり改善していかなければいけないと思います。ただやっぱり点を取ったドーグラスと田中純也に関してはやはり練習からね非常に意識が高い、やっぱり練習嘘をつかないなと、途中でね入った選手含めてしっかりと逆転した中で役割っていうのを明確に持った中でいいプレーをたくさんしてくれたと思います。